はい、では今日もお風呂に入る前に体重計に乗ってみたいと思います。体重計すげえ汚くなってきたな。ちょっと待ってください。はい、74.5、 1グラムも減っておりません。はい、今日はクリスマスなのでブヒケンクッキンドゥー。久しぶり、最近ね、ちょっとね、あんまりお肉を食べてないんですけど、それも久しぶりだし、久しぶりのブヒケンチキンを作りたいと思います。ちょっとね、お肉ちゃんの方を下ごしらえしていきますね。はい、今日は5つだけで、こっちの引っ張った方はね、くーちゃんにあげる。くーちゃんもね、でもね、ちゃんとご飯を食べるから3つぐらい。では、なんていう、漬けだねを作っていきます。はい、 OK。 残った手羽先は明日食べます。明日もクリスマスですから。はい、あとは上がるのを待つのに、その間に今お片付けとちょっとお好み焼きの準備もしていきます。はい、完成。ちょっとお好み焼きやります。はい、焼いております。焼いてる間にくーちゃんチキンとくーちゃんお肉、そして洗い物をやります。くーちゃんご飯の支度も整いました。あとは焼き上がるのを待つのみ。あと2分33秒で出来上がります。この辺でもう蓋を取りましょう。よいしょ。で、ちょっと強火、焦げをつけたいからね。そしてこれは、今日はクリスマスなのでもうレモンサワーを飲んでます。薄いやつね。はい、完成しました。久しぶりのブヒケンチキンと、いつものダイエット、なんだっけ、オートミールお好み焼き、そしてもう最近必ず一番最初に食べるものとして、わかめの三杯酢で漬けたやつ、もう朝も昼も夜も一番最初にこれを食べます。そしてよいしょ、くーちゃんご飯。ちょっと待って、くーちゃん今やるから。はい、くーちゃんご飯です。お机に乗ってるよ。今日はクリスマスだからな。ではいただきます。ちょっと待って、先にわかめの、ちなみに三杯酢もすべて手作りです。わかめはただ単に、戻すわかめ。ちょっと待って、これで食べますね。まあ三杯酢もね、普通の三杯酢です。醤油とお酢と みりん、で、あとで僕ラカントちょっと入れてね、甘めに作ってあります。うまい。最初はきゅうりも入れてたんだけどさ、めんどくさくなっちゃって。じゃあレモンサワー、麦焼酎。じゃあいきます。クリスマスですね。メリークリスマスっていうのは明日かな。いただきます。では、久しぶりのブヒケンチキンをちょっといただきます。ちょっと待ってね。久しぶりのお肉ですごい。ブラーって感じ、うまい。はい、くーちゃんチキンも入ってるから美味しいのね。クリスマスだからな。クリスマス。いやいや、この前があのブヒケンクッキンドゥーの時に久しぶりに飲んだじゃないですかね。え、あれからね、なんかちょびちょび飲むようになっちゃったですよ。あ、考えてみればそれぐらいからだな、体重がねえ停滞してるの。これか、これが原因か。今こぼれたぞ。まあ今日はね、今日明日はクリスマスだから。はい、いただきます。ブケンチキン。うまい。いやー、あれだね、まだ
まだ居酒屋やれるな。これあの当時のね、うん、あの唐揚げと同じ作り方でやってます。うん、何食べる？くーちゃんはでももうあれだぞ。ん？ちょっと待ってくーちゃん。久しぶりに視聴者さんにほら。よいしょ。待て。お手。ちょっと待て。登ってきちゃうよ。美味しかった、クッチー。